全国の徳田さん、こんばんは。シアの放送部タグと、どうもコーディーです。ペーよし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 よあ、なんかあると思いました。いや、なんかあると思ったんですけど、じゃあ僕からちょっといいですか。じゃあ、あ、なんかあるんですか。あの、さっきね、子供の男の子が、はいはいはい、チャリ乗ってて踏切でバンってこけたんですよ、はい、で、大丈夫って言ったら、触るなって言われて触ってもないしな、触ってもないしなと思いながらプライド高めの子だったな。それ俺もあったわ、その踏切で。あ、本当？またね、スーツ着た男女がおって、うん、なんか男の方が多分上司なんかなみたいな、うん、ねえ、なんか立ち話してたの、うん、道の左端で、うんうん、俺もちょうど左から通ってたから、うん、こう通るときに会話聞こえたんやけど、うん、女の方が、え、じゃあもう私やっちゃっていいかな、やっちゃっていいかな、私がやっちゃっていいのかなって言ったら、上司のが、うん、やっちゃってもいいんじゃないかな、もうやっちゃってもいいんじゃないかな、やっちゃってもいいんじゃないって言いながら俺通り過ぎてたのよね、うん、で、いろいろ考えたの、うん、何をと思って、いや、そうやね何を、何を、格好的に仕事やから、うん、もう私があの仕事やっちゃっていいかなの場合もあるし、カタカナの方で、そう、カタカナの方やっちゃ、あの人やっちゃっていいんじゃないか、漢字の方の殺すの方でやっちゃってやっちゃっていいかなもあるしね、どっちやろうと思って、でも上司やったしな、上司やったしな、でもタメ口やったの、タメ口やっちゃっていいのかな、やっちゃっていいのかな、多分これセックスだそっちや、なんか変な人多くない、ここ多いわ、あそこでさ、ずっと通る人をなんかほら、人数のバイトみたいに見てる人いない、おばあちゃんで、うん、ずっと踏切の前に立ってずっとニコってした顔で通る人をずっと見てるおばあちゃんおんのよ、うん、そう、今日おったちょっと汚れた人がカーッゴクンって飲んじゃう、えにらんな、あんまり相場っぺじゃないのと思って、にらんねえ、ゴクンって飲んで変な人多いね、なんかね、変な人多い、まあ、時期も歩いてしょうけどね、うん、変な人多いっすよ、はい、気をつけて、気をつけていきましょう、はい、聞くなんすか、はい、今回ですね、はい、まあ、突っ込みたくなるコントのような事件をちょっと紹介していこうと思います。あ、今回募集じゃなくて、はい、はいはい、今回僕まとめてきました、はい、これ紹介していきますね、はい、いきます、はい、スコットランドで起きた出来事なんですけど、はい、男性が道端で女性とぶつかり激しい口論になります、うん、怒りながら収まらない男性が握り拳を作ると、うん、それに女性が驚き、うん、なんと男性の舌を噛みちぎります。え、でそれに男性が驚いて舌を吐き出すと一匹のカモメがやってきて肉片を加えたまま飛び去ったいや、分からん分からん、途中から、な女性が男性の舌を噛みちぎったの、裁判沙汰になったみたいなんですけど、まずどうやって女性は男性の舌を噛みちぎったか、こう法廷でこう説明されてます。唇にキスするように顔を近づけそのまま舌を噛みちぎったった、いや分からんの、あ、だからどんどん口論して、あのダチョウクラブみたいになった、いや、なるかお前いや、そうじゃん、おい、なんだよみたいな、おいみたいな、あ、これダチョウクラブのコントやってなって、そうそうそう、チューってしたら舌噛みちぎられて、そうそうそう、で、いたーと思ってペーってやったらカモメが来てヒョウヒョウヒョウとつるんだよ、今だからめちゃくちゃどういう状況やねそれ嫌だな、その事件怖いね。そうで、この件はちょっと得意すぎるということで、判決は引き延ばしになったそうなんですが、まあ、そうよね、ちなみに、まあ、男性の舌はカモメに持ってかれたので接合手術はできなかったそうです。ずっと舌ったらずやんじゃあ次いきます、はい、中国で指名手配されてる人を見つけたよって通報があり、うん、警察官は急いで現場に向かいます、うん、でその中の一人の警察官がもっと急ぎたいってなって、うん、バイクに乗った通りがかりの市民に事情を説明して、うん、ちょっとそのバイク一緒乗せてくれるって、おー、なるほどね、そしたらそのバイクの運転手ももういいよってありがとうって2人乗りで目撃された現場に向かったそうなんですが、ここで後ろに乗ってる警察官が気づきます。あれ、こいつよく見たら指名手配犯じゃねえそんなことあるので、ここで警察官がごめん、これやっぱ乗せてもらった場所に戻ってほしいって伝えたら、犯人もいいよってで、ブーンって折り返して到着した瞬間、ありがとう、はい、逮捕で捕まった。本当に指名手配犯やったよ。面白いね、うん、そんなことあるんやろ、そんなことあって、最初通報を受けた指名手配犯だったってこと、たまたま通りがかったバイクに、ね、ちょっとあそこまで行きたいって、そいつが乗っとったよ、でそれがそいつ、ちなみにこの犯人逮捕されるまで自分が追われてることなんて全く知らなかった。あ、そうなんや、面白いね。まあ、ちなみにですね、あなた夜玄関のチャイムやノック鳴ったら怖い人ですか？
怖いですね、出ないですね。まあ、これちょっとそういう話なんですけど、はい、ある日アメリカの緊急電話番号に20歳くらいの男性からかなりパニックな様子で、誰か俺を殺そうとしている、うん、物を盗んで俺の彼女を暴行するつもりだ、うん、と電話がかかってきて、うん、警察側も家宅侵入の疑いがあると判断、うん、で急いでチームを向かわせ現場に急行、うん、でちょっとここで問題出していいですか、はい、現場に到着した瞬間警察がなやそれってなり問題は解決します。どういうこと？俺を殺そうとしているとパニックにさせたのは一体何だったのでしょう。風。おお、いい線いってますよ。ドアの風とか。風だから玄関に何か当たってたってことだよ。それでバーって殴ってるように勘違いした。ブーあれかな、こうなんか落とすんだと覗いたら、うんうん、そのアーノルド・シュワルツネッガーがブー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 違うブー、何なんすか答えは。答えはですね、ピザの配達員やって、通報してきた彼は自分がピザを頼んでいたのを忘れてて、配達された時のピンポンで誰か俺を殺しに来たってなったそうです。いやもう麻薬やってるやろ絶対麻薬やってるってそれ。じゃあ次いきます、はい、ベルギーのあるお店に武装した6人の強盗が押し入りました。そこでその店主が、午後3時の強盗はスマートじゃないよ、うん、午後6時にもう一度来なさい、うん、と説明すると、武装した6人がうんって言ってそこから店主が通報で、6時半に警察と待機しとくはずだったのですが、ここで予想外なことに、武装した6人は午後6時半ではなく1時間前の午後5時半に来てしまいます。警察もまだ待機はしてません。なるほど。でも店主が6時半って言ってやろって、なるほど、ね、お前ら時計買った方がいいよ、出直してこいよ、と言い放ちます。6人もうーんって言ってそして6時半にまた来て、警察に逮捕されたそうです。なんだそれ、いい子やね。あの日本でもあれやね、なんか、うん、おじいちゃんが強盗、銀行に強盗しに来て、はあっつって金出せって金を出しなさいっつってそしたら銀行員の方が、あ、わかりましたと、ちょっと用意するからそこでおとなしく座っててくださいって言って、うん、おとなしく座っとって、うん、普通に警察来ておとなしく逮捕されてったって。珍事件ですね。事件。じゃあラスト行きましょうか、はい、じゃあちょっとこれ逮捕方法を問題にしてるんで正解してもらっていいですか。あ、いいですよ。もう僕正解したら200万出しますなるほど、それぐらい難しいです。それぐらい難しいです。出せよ、俺絶対正解するわ。ああ、いいじゃん、行きましょう。じゃあもし外したらどうする。じゃ あ僕が飼ってるヤギ、ヤギ差し上げます。ヤギくれんのヤギくれんの。ヤギあげますよ、ヤギ。俺ヤギは嬉しくねえよ一頭だけあげます。あ、本当ですか、はい、じゃあ行きます。まあ、イギリスなんですけど、はい、住所が判明している容疑者でも行方をくらましているので逮捕ができないみたいなんですよ、うん、そこで警察側がある方法を思いつきました。ほう。ある何かが書かれている封筒をその住所に送りつけると容疑者から連絡があり、そのまま逮捕できる。ほう。その何かとは何でしょう。あれじゃない、宝くじ当選してますとか、なんかちょっとワンクリック詐欺みたいな感じで給付金出ますよとか、お金がとかじゃないですか。マネージャー200万貸してください何やそれ、当たるんかい。 200万言いましたもんね。200万って そうなんや。ちょっと待って。あ、まあまあ正解はビールケース1ケース当選しました。はい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 、うん、なんて言いました。だからそういうなんか当たりましたよみたいな。あ、その前宝くじ、はい、正解はビールケースなんで。いや、だからワンクリック詐欺みたいな感じで何かが当たりましたよって。何かが当たりましたよ。何がって言った、まあ、宝くじは言いました、ね、ビールケースなんでじゃあ100万でいいや、そこで折り入れつけよう。マネージャー100万貸してください